皆さんこんにちは。高野山天風チャンネル、ババアサミです。今回は高野山麓の天野におります。見てください、すごい黄金色に輝いてますでしょう。すごいですよね、綺麗です。今日はですね、こちら天野から天野舞のご紹介をしたいと思います。新作のスイーツのメインの材料になっている天野舞を皆さんにご案内したいんですけれども、生産者の方にお話を聞いていきます。では天野舞を作っていただいている谷口さん、お願いします。こんにちは。こんにちは、谷口です。こんにちは。天野舞を、何年ぐらい作られてらっしゃるんですか？何年ぐらいですかね。もう何十年も、うん、そうですね、はい。じゃあもう本当に実際に僕が中心になって作り出したのは、はい、30年ぐらいですかね。30年ぐらい作られてらっしゃるんですね。そうですね、その前はまあ親父が中心に、はい、この天野の土地にコシヒカリを、はい、栽培できるように、はい、まあ親父がしてくれたんで、その後引き継いでるというだけですけどね、はい、コシヒカリをこの地で今までは作ってらっしゃらなかったんですね。そうですね、はい。それはやっぱり土地の温度だったりとかっていうのが関係するんですかね。コシヒカリはコケヒカリって言って、はい、よくこけるんですよ。雨が降ったりとか、こけちゃって、なるほど。ですので、あまり収穫もいいことないんで、収量のいいお米を皆さんが作ってたんですけども、やっぱり美味しいのはコシヒカリやということで、なるほど。まあ、新潟からコシヒカリの米を仕入れて、はい、まあ親父がやり始めたんです。まあなんとか収量もある程度取れるようになったんで、もう今はもう天野はコシヒカリが旬ですね。あ、そうなんですね、はい。実は私の父が新潟なんですよ。で、新潟でお米を作ってるんですね。で、いつもコシヒカリを新潟から送ってもらって食べてるんですけど、はい、そうですか、はい、新潟から苗を。へえ、そうなんですか。天野舞を子育てるのにちょっと難しい点、いつもこれを気をつけてるっていうところありますか？そうですね、でも天野舞は結構稲作に向いてる土地なんです。あ、そうなんですね、はい。しかも美味しいお米が、うん、味の、うん、美味しい味のお米ができるんで、まあ倒れたりとか、うん、そういうことだけですので、うんうんうん、まあちょうど盆地にもなってますし、気温の差よると冬の気温差があるんで、はいはい、非常に甘くて美味しいお米ができると、ね。なるほど、甘くて美味しいのは一番ですよね。そうですね。で、まあねっとりしてるって言ったんですかね、もちもちしてる。なるほど。天野舞はコシヒカリがメインで、はい、他にもいろいろな種類があるんですか？今まで和歌山県の水晶舞だって、うん、絹ヒカリとか、それから山ヒカリとか、はい、いろいろと作ってますけども、まあ、もう最近はもう絹ヒカリの方が、はい、いいと、はい、よく売れるということで、ほとんどの人が絹ヒカリを使うようになりました。なるほど、なるほど、なるほど。いろんな種類がある中で谷口さんはコシヒカリをこうやって大事に大事に育てられてるということですね。へ、なるほど。気温差は結構あるんですね。ありますね。夜と昼の気温差は本当に、びっくりするぐらいあります。昼だったらもう暑くて、はい、仕事もできないぐらいですけども、夏でしたら。でも夜もう8時過ぎたら涼しくなってきますね。まあ、高野山ほどではない。なるほど、なるほど。高野山の、ま、麓の里ということで、はい、本当にあちらの、ね、はい、方にはもう何かこう神がかってるような雰囲気になってますよね。山がかかるのが結構
はい、多いんですね、そういうのだから日本ので美味しいお米を作るとこはこういうもやが、かかるところが多いですね。すごい、もう神様がね、いらっしゃるんじゃないかなって思うぐらい、先ほどまでね、すごいゲリラ豪雨のような雨が降ってましたけれども、今こんな風にすごい綺麗な青空が見えています。こんな自然豊かな中で育つ天の舞ということで、今回天の舞を粉にして、お菓子の中に入れていただいておりますが、やっぱり米粉にすることで何かいいことってあるんでしょうか。さあ、僕も米粉にすることははっきりわからないですけどねでも結局何でしょう、アレルギーの子供たちが多いんで、米粉だったらそういうのはないんで、そうですよね、はい、それがものすごく一番いいと違うかなと。そうですよね、僕は思ってるんですけども。なるほど、はい、本当に私もお米が大好きで、パンも好きなんですけど、やっぱりお米の甘さだったりとか、はい、お米のもう腹お腹がね、腹持ちがいいってよく言いますけど、はい、そうですね、はい、私も大好きで、はい、この稲穂を見るともうホッとするような、はい、感じに思います。はい、はい、もう小さい頃からもう、新潟の私は田んぼを見ながら育ってきていたので、本当にこんな綺麗なね、田んぼの景色がこの高野山のふもとで見れるっていうのは本当にすごい嬉しいなと思います。だいたい収穫はいつぐらいになりますか。収穫は9月の中頃ですね。あ、9月の中頃なんですね、はい、今はどんな状態、ちょうど今、ね、色づきかけた時期なんで、もう少したらもっと黄金色に、はい、なりますので、はい、ちょうどこの時代になる。昔白洲雅子さんっていう、はい、何ですかですけども、はい、ちょうどこの天野を訪れた時に、うんうん、はもう黄金色色に、うん、なってた時なんで、びっくりしたっていう言ってますね。なるほど、はい、すごい綺麗ですもんね、はい、じゃあこれから、9月に入って収穫の準備をされるということで、お忙しですね。そうですね、9月、はい、だからこの景色を見たら、その白洲雅子さんは天の一角に開ける夢の園というふうに天野のことを表現してくれたんですけども、素敵、はい、そして奥に入ったら仁臼姫神社ということで、うん、高野山の守り神の、そうですね、神社があると、はい、ですので今言ったように、ほんまに神々がここで、うん、いてるような感じですね。そうですよね、はい、本当に神々に見守られたお米を今回お菓子に使わせていただくので、はい、なんか皆様にもね、なんかお裾分けのようなそうです、ね、はい、ことができるかなと思います。はい、谷口さんはこの天野の里の会長をされていらっしゃるんですね。そうです、天野の里作りの会という会を作って、はい、で、その会長をされて思ってます、はい、はい、この天野を盛り上げる、そうです、そうです、会ということなんですね、はい、活性、この天野のこういう風景、はい、あるいはまた歴史とか文化を生かした、はい、その未来性のある、うん、未来性のある里を作ろうやないかということで、はい、作っていったんです、会を組織したんですけど、はい、なるほど、結構多いですよ、70名ぐらいの、とそこへ50名がサポート会員ということで、地区外の人ですので、うーん、はい、ですので、米作り、はい、とか、はい、それから、ある企業と提携して米作りをやったりとか、うんうんうん、それから、高野山への参詣道である、うん、手牛道を、うん、整備や、あるいは倒木処理をしたりとか、うんうん、いろいろな活動してますね。なるほど、はい、蕎麦も栽培したりして、はい、お蕎麦もあるんですか。そうです、昨日、ある企業が来てくれて、はい、蕎麦の種まきをしてもらったんです、はい、天野のお蕎麦、これから誕生しそうですか。天野のお蕎麦はね、もうずっと前からやってるんです。そうなんですね。ですので非常に お米だけと違うて、はい、やっぱり気候がいいんで、うんうんうん、美味しいということで、
あの専門家、まあ、天野には、はい、あの十割そばをやってる人がいてるんですが、その人が天野のそばはあのそば粉にしたらものすごくおいしいということでびっくりしてくれてるんです。私も今度いただいてみたいです。はい、一回また手打ちを。はい、ありがとうございます。美味しいですよ。なるほど。本当にじゃあ天野は本当に魅力的な場所だ、ね、ということなんですね。はい、ですのでこの、まあ、原風景っていうか、うんうんうん、それをこういうところの、うんうんうん、あの気に入って、うん、そしてまあ移住者も多いんですよ。あ、はい、だから4軒に1軒、はい、大体ここで100軒あって移住者が4分の1、まあ、人口でいうと300人ちょいあって、うん、また4人に1人は移住者と、うん、そんな形で、まあ、移住者はもう毎年ここ10年間増えてますね。はい、ですので子供たちの数も増えてきています、はいはい、すごいですね。はい、残念ながら小学校は強行に廃校されましたけど、ね、あれそうなんですね。もう廃校問題でね。なるほど。でもそこも生かして、うんうんうん、あの今、まあ、活用しております。やっぱりね高野山麓のやっぱりあの麓、高野山の麓ということで高野山ともとっても関わりのあるあの土地でありで、ね、ニュース姫さん、はい、高野山の始まりの、神様というか、はいね、あの導いた神様がいらっしゃる場所がこの天野でございますの で、ね、はい、やっぱりこの天野米を、ね、お菓子に使うということで、いろいろな高野山海藻のご縁が、ね、全部詰まった、はい、お菓子になっているかなというふうに思いますので、そのようにPR してもらってもっともっと、はい、天野のことも良いお土産にいいと思ってます。ね、そうです、ね、はい、ありがとうございます。では皆さんあのぜひ天野にもねあの遊びに来ていただきたいと思います。はい、とっても素敵なあの景色ですのでね、この収穫前のね様子もとっても魅力的ですね。この神々のいらっしゃる土地にぜひ遊びに来てください。今日は谷口さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい。